その大会の特性ってあると思います。これよくある大会のパターン、 DCJ のジャッジと裏側見られたことありますかね。裏側にいろいろ日本語で書いてあります。この赤で囲った部分、上記それぞれの審査項目において総合的または個別に検討した場合、他団体と比較してどのようになされているか、つまり他の団体と比べてどうかっていうことをつけなきゃいけないんですよ。もうダメ出しされたらやる気なくなっちゃいますよね。でもそれが皆さんにとって役に立つんであればという提案をできるだけするようにして、一生懸命やって考えて作品作ったんだけど伝わらない人がいる、なんだこいつ伝わらないんじゃ、分かってないじゃないかっていう前にちょっとだけ考えていただきたいのは、